山川、ねじめフェリーは、鹿児島県いぶすき市山川近世町の山川港と、鹿児島県肝月郡南大隅町のねじめ港との間を結ぶフェリー。現在では株式会社南、旧ドックのフェリー南急が就航する。この航路には、岩崎コーポレーション傘下の南海優先がフェリーを運航していたが、利用客の伸び悩みと経営難によって2002年9月30日で運休となった。 運行再開へ向けて自治体と岩崎コーポレーションの間で協議が行われたものの難航したため船舶エンジン修理、販売業の南9エンジンドックが新たに有限会社南9船舶を設立2003年4月16日にイブスキ市のイブスキ港と近郊町の大根ネ目港を結ぶ航路を開設した当初は小型旅客船で運行していたが 2004年8月1日にフェリー南急が就航、車両構想が可能となり、2005年7月にはフェリー南急2の就航により増便され1日中往復の運行となった。2006年11月、住民の要望に基づき、鹿児島県と関係自治体は、岩崎コーポレーションと協定を結び、山川ねじめ航路の定期運行を再開させ、 岩崎コーポレーション参加の鹿児島商船がブーゲ・ウビリアを就航させた。2010年2月28日、岩崎コーポレーションは運航支援条件等での交渉部長に伴い、フェリーの運航を再び停止して退した。2011年3月、南急船舶はフェリー南急2の発着場をブーゲ・ウビリアの使用していた山川港とねじめ港の発着施設に移動させ、 暫定運行を開始した。2011年8月10日、南急船舶は新造船、フェリー南急を導入し、山川港とねじめ港の発着施設を使用する形での本格的な運航体制に移行した。2013年4月1日より、夏季の土日祝日は一往復増便しての往復の運航、夏季の平日及び冬季は従来通り四往復の運航となった。 南急船舶は2018年9月13日に南急ドックへ吸収合併され、以降は南急ドックが運航している。ブーゲ、ウビリアゴフェリー南急にネジめコ南、急ドックに関するカテゴリー。ありがとうございます。